分ぐらい話してた方がいいかな。こんばんは。こんばんは。前に放送した時に5分早押したんでなるほど。今日5分遅れてプラスマイナスというところのゼロにはなりませんまあ遅刻っていうのはそういうもんじゃないからねにはなりませんプラスマイナスゼロではない。ないないですね。まあまあのマイナスだね。まあまあね、あの前、あ、特にあかんやろ、前杯をやって今回収まるっていうこの不安定な感じで、誤差で言ったら10分あるからね。そう、誤差で言ったら10分ある。誤差で言ったら10分あるんで、まあまあまあ、なんとかギリギリ、ギリギリアウトです。ギリギリアウトで、ギリギリアウトで、今日もギリギリアウトで、今日もギリギリアウトな感じでやらせていただきたいと思います。はい、今日もお願いします。山田直樹です。KG です。よろしくです。急に自己紹介やめてほしい。なんか最初はね、ずっとやってたんよ。あ、そうなんや。そうそうそう、今日もありがとうございます、山田直樹です、山田直樹と竹本博樹ですみたいな感じでスタートしてたんですよね。初めて。ちゃんと作ろうよ。あ、それいいな。おう、自己紹介、アイドルやってるやん。おう、キャッチコピーみたいな、キャッチコピーみたいなやつ。おう、なるほどね。発展途上のチンパンジー山田直樹です。山田直樹しかできやんわ。俺やめとくかも。何や、発展途上のチンパンジーやろ、考えた。これからしかないからな。それ今何やってるの？え、これね、ちょっと自分で自分の放送見たいなって。ああ、なるほどなるほど。放送見るためのやつ。そうそうそう。今日のね、まあ、タイトルとか号に全然あの KG には何も言ってないんやけど、ウィーウィー、今日のタイトルが、うん、初体験なんですよ。おお。あ、うるさいうるさいうるさい。初体験で、私今日、おい、先ほどもちょっとお伝えしたように、はいはい、ご飯食べてきたんですけど、はいはいはい、もともとね、ご飯に対しての欲が全くなく、うんうん、そう、物欲もないし、うんうん、なんや、別に何か欲しいっていう、何か欲しいの物欲やな、うんうん、食欲とかもなくて、うんうん、なんか別に食べたいってなかったんですけど、うんうん、今日初めて、うん、しゃぶしゃぶ食べました。人生で初めて。いや、初めてしゃぶしゃぶとか遅すぎやからね、普通に考えて。しゃぶしゃぶって結構貴族の食べ物やと思ってる。いや、全然よ。あんなもん、お前、庶民、庶民や。初しゃぶしゃぶやん。スーパーに売ってるやん、しゃぶしゃぶ用っていう肉。いやいやいや、しゃぶしゃぶしてくださいみたいな。外で食べた。外で食べた。籠根屋で食べた。籠根屋じゃない。籠根屋じゃない。籠根屋じゃない。ええとこ？籠根屋って言われたら、うん、カゴネよりももしかしたらあれかもわからん。安かった。カゴネより安い。あそこ食べ放題やね。カゴネでなんぼなん。いや、わからんけど食べ放題あるで。そうそうそう、そのまま食べ放題。なんじゃそら。食べ放題、しゃぶしゃぶ初めて食べたいなと思って食べ放題のしゃぶしゃぶでした。へえ。あ、でも食べたいなって思ったっていうの。そうそうそう、なんか肉なんかね、その、うん、なんか食べたいっていう感じは全くないんやけど、うんうん、肉だけむっちゃ食べたいって今日無性に思って、うーん、腹いっぱい肉食って。それはすごくいいこと。そう、連れと食ったんやけど、もう連れもまあ貪欲やから、うん、しゃぶしゃぶの肉を、うん、僕がしゃぶしゃぶしてるやつをしゃぶしゃぶ返ししてくるからしゃぶ取られすんのよ。しゃぶしゃぶ取られすんのよ。しゃぶしゃぶしてるやつをしゃぶしゃぶ取られして持っていかれるから僕のしゃぶしゃぶがなくなるのよ。ノーしゃぶしゃぶになるからしゃぶしゃぶしたのに。そう、しゃぶしゃぶは前しゃぶしゃぶやった。結果的にはでもしゃぶしゃぶはしてるんやろ、直樹の方がむしろ。しゃぶしゃぶ前セルフ。だからあいつはしゃぶしゃぶせずに食ってるやろ。そうそう、あいつはしゃぶしゃぶ言わせるふなよ。言わせるふなよ。しゃぶしゃぶ言わせる。あなた自身がしゃぶしゃぶしてるっていうのが。しゃぶしゃぶ前セルフなんやけど。なるほどなるほど。それがでも私の口に届くことはなかった。なるほどなるほど。常にしゃぶしゃぶされて。されて。しゃぶしゃぶされながら。しゃぶしゃぶされながら。しゃぶしゃぶとすき焼きが一緒になったら味噌的なやつ。おー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 。でもう一個食べいいよみたいな感じで。はいはいはい。豆乳も頼んだよ。あ、初豆乳やって。初豆乳、今日初豆乳をつわす。初豆乳をやって豆乳も初めてやったよ。ほうほうほう。豆乳って健康やとか聞くんよ。ウィーウィーウィー。それは知ってる。う、食ってみたんやけど、う、全然うまないやんけと思って。あ、そう、味せんやん。あ、まあ別に豆乳の味はないから、ね、やろ。それさ、だしで、だしのどばしてるだけやろ。ほら、豆乳それ思ったんよ。さ、すき焼きってまあワンクッション卵に置く人もいてる。ういうい。で別におかんでもいいわけやん、うんうん、それさ、豆乳鍋ってワンクッションごまとかに入れるわけやん、うん、ああ、ほなさ、
ごまちゃうもうだあれはもうクリーミーさよ、豆乳の味はだしや。豆乳のクリーミーさ、豆乳がこう絡むことによってちょっとクリーミーになるやん、まろやかになるというか、白菜とか肉を。分かった？いや、あんまならんの。なるよで、食ってて味しやんなと思ったけど、なんかつけやなあかんでって言われたけど、うん、なんかつけたら豆乳鍋じゃないやん食べつけやんから豆乳白菜意地張って。そうそこ何の意地よこの年になって初体験することなんかまあないやん。そうだね、いろいろな。そうそうそう、最近なんかしたっていう話。あー、なるほどなるほど。俺今日ね、料理作ったよ。うせよ。それも昨日ね、急に晩ぐらいにね、パエリアとアヒージョ食いたいなってなって急に急に、ほんまに急によ。急にパエリアとアヒージョ食いたいなってなって、うん、なんか嫁さんに頼んだ大変やから、うん、それで今日は作った。まあ実家帰って作ったんやけど、結局美味しかったよ。急にパエリアとアヒージョ作りたいってもうアナザースカイ見すぎやろ違うやろ完全に。なんで俺がお前アナザースカイスタンスで喋らないかアナザースカイ見てたらアヒージョとかパエリア出てくる向こう行って、向こう行って、ここのパエリアはすげえうまかったみたいな、ここのアヒージョがみたいな意味でアヒージョ美味しいで。アヒージョ美味しい。パエリアも美味しいや。パエリアも美味しい。ただ嫁さん授乳中やから。パエリアありやな。サフランを使わずにパエリアした。サフランってよくない。なんかその安全は保証されてないってウィキペディアに載ってた。サフラン。まあそんなんばっかりやと思うけどね。まあまあまあ。まあまあまあ別に無理に取るもんでもないし。美味しかったよ。サフラン香り付けらしい。サフラン何か知ってる？サフラン。サフラン植物なんやけど。ああそうなの。植物はどこか知ってる？花。の？ね。なんでお前分かった？花。はあ、まあ、花のねってややこしい。花の。花の。花の花粉、花粉っていうか。おー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 。うん、あれね、メシベらしい。うん。何そんな知ってんの。いや、なお料理のやつで一回そんな感じのサフランライスとかっていうのでいろいろ知ってて、多分それがそんなやった気がする。ピンクの花かな。あ、なんかそんな、うん、ちょっと薄紫みたいな。あ、そう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 。よう知ってんな。サフランについては結構詳しいから。嘘つけよ会ったことないよお前僕サフランについてちょっと詳しいですよみたいなやつ見たことないわ俺何のメリットあるんだよ。いや、それは分からん今だけやろメリット。それだけは分からん、サフランそうなんや。そうなんや。なるほどな。で、まあ、初体験やろ。そうそうそう。初体験ね。メシ作ったよ。じゃあ次僕の番雑やないいやろヘイガッツ見てるヘイヘイ。あのね、初体験ね、最近この年になってから初体験をすごいこういろいろするようになってきてるんかな、いろんなことを。ああそうかそうか、うん、直樹はな、別に何やろ、封建的に生きてきたわけでもないけどな。そう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 。ちゃんとしたことをやってきてないんちゃう、普通やるようなことを。ここで何回も結構言うてるように、多分もう見てくれてる方はもう山田直樹が一体どういう人間かっていう風になった時に、うんうん、あいつは薄っぺらくてただただかっこいいことをしてるだけやでもそのかっこいいことをやっていくってことに対してはブレてはないっていうところを見てくれてる、はいはい、なるほど。じゃあそこでさ、前にちょっとね、ここで話してる時やったんやけど、うん、まあ車屋の方も周りに結構おられて、はい、でそこでいろんな話をしてたんやな、うん。で、まあ、初体験というか、うんうん、こう最近今までまあ車の免許はまあ取ってるんだけど、うんうん、車にそこまでめちゃくちゃ乗ることがなかったんよ、うんうんうん、乗っても助手席みたいな感じをずっとやってて、うんうん、で自らの運転で結構いろいろ遠出をするようになってきてて、うんうんうん、でそれやってる時に、うん、なんというか、まあ、運転がね、うん、これは他社に言われて初めて思ったんやけど、うん、僕あんま運転が上手くないらしい。ああ、なんか言ってたな。そういや、この間タッキーさんって言ってた。そうそう、ないらしくて、おうおう、僕は全然そんなことはないと思ってたね。おうおうおう。で、まあ生きてる中で車にを溝を落としたことも2回あって、うんうんうん、で、まあぶつけてることも多々ありながら、はい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 、でこの前も磯子の方かな、うん、磯の浦の方行って、うん、でその磯の浦の方道が結構狭くて、あーはーはー、であそこにこうガーって入って行ってたら、うん、帰り中道から通って出れるかと思ったら出れやんかったんよ。めっちゃ細いところにだん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 細いところ行って行って、だん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 要はその T シャツの首を通そうと思ってこう行くわけやん、はいはい、でも T シャツで最後までグッて行けるけど、うん、最後あこれあかんわ通らんやつやっていうとこやったよ、うん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 、っていうとこまで来てもった時に、う
戻り方がわからんかったよ。はいはいはい。お下手くそからね。そうそう、もうやるわけない。夜中3時ぐらい。ギレやんのよ。時間帯よ。どうしようと思って。誰か呼ぼうと思ったけど、誰か呼ぶにも急こやし。急こやし。時間も近いし。とりあえず、あの、当たらんようにと思ってミラーをまず畳んだんよ。はいはいはい、はい。その時点で、うん、もうお前は自ら退路を立ったって。確かにね。もう分からんと思って。ぶつけまくってさ。あ、そう、ぶつけまくった。ぶつけまくった。なんてよ。無理じゃよと思って。無理やねん。ありえん。まずもうそこまで行くのがもうおかしいよな。いや、なんか行けると思ったよ。うん、いや、それがおかしい。いや、行けると思うのがおかしい。危険予測がないっていうか、ね。そう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 。もしもの時のことを考えて動いてないからな。いや、ギリギリやばいなと思いながらやったけど、そのままずっと行って。でもギリギリをちょっと楽しんでるよ、お前。それはある。あの運転とかがやっぱ全くうまくないから、そのバックでもこれはブレてないと思うのはブレてない。あの KG さ、車の運転ってバックするときあるやん、うん、どうやってバックする？俺両手ハンドルに置いてこのバックミラーわざわざ大きいのちょっと買ってるんやんか、うん、もうこれ見ながらで全部できるやんと思いながらそれでやってる。まあ半分正解かな。半分正解な。正解、人それぞれの正解はある。それはもう僕は認めようと思う。おうおうおう。僕は、前にも一回ちょっと言ったように、こう助手席に手回して、はい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 、こういった状態で、はい、後ろ見ながらこうやって。あれってほんま、なんなんやろな。でも、かっこいいのは代表系やん。あれが。そうやな、まあよく言うもんな。そうそうそう。近いからやろ。女子がかっこいい仕草ナンバーワンは、車の助手席に手を置いてバックする仕草が好きみたいな。よく言うけどな。よく言うやろ、よく言うやろ。よく言うけどな。よく言うよ。でそれを実際よく言うから、よく言うやろ。よく言うな。あれはおかしい。ああ、そうやな。よく言うのがおかしい。じゃあ100人アンケート取った時に、じゃあ例えば3人まとめて聞いて、1人目がそれ言ったら、うん、2人目も3人目ももう同調してると思うよ俺。あ、あれよく言うから。だからあれが未だにトップなのはもうなんかその波及効果よ。あ、名前が売れてるから未だにトップだけやと思うで俺は。よく言うからそれに騙されてバックする時にそれをやってるっていうのは実際やってんのよ。実際やってんだよ。実際やってて、実際やってるけど別に運転うまないし、うんうん、こうなってるけど分からんから。自分がさ結局それが一番ないんだよ。自分が後ろ向くやん。あれほんま見えへんでな。そう、しかも方向感覚がさ左見てんのやけど、あ、そうやな、どう動かしたやつになってくるから、ここが多分連動してる。頭悪いよ。あ、そう、頭悪いよ今日は。だそれが分からんから、おうおう、あのこのバックを結局3回ぐらい入れ直す。何にもかっこよくない。何にもかっこよくないっていうのを繰り返す傾向がある。なるほど、うん、直樹モテるん？ちなみにそれちょっと、あ、自分で思う範囲で言うてよ。あ、タブーやな。タブーの部分。タブーだ。タブーの部分やな。ちょ、直樹変な話やけど、うん、俺まあ顔の割にはモテんねん割と。ゲージ？おう、お前タブーやな。お前タブー。だって俺だってまあ一応顔出てないしさ。あ、まあまあまあ、誰かもわからんから。、うん、俺ほんまな、これ言うても別にいいと思うけど、うん、俺割とモテんねん。もう鼻、お前もうだいぶタブーやって。お前めっちゃおもろい。マジか。そうなんよ。なんでかって言ったら、まあ、あんまりこうなんていうのな、そのこだわりがないから基本優しいんよな。お、全般こう譲れるというか。なるほど、ね、何一つ譲らなくていい部分がないから。それ男性に対しても女性に対してもモテるってこと？どう思う？音がちょっとよく分からんけど。いや、モテてると思うで。ほんま？うん、そのモテてる、やっぱこう寄ってくるわな。あーみたいな感じで、何かあったら聞こうとかもそうやし。ああ、でもまあそれはあるかな。そうそう、そういうものに関してモテてるっていうのが該当するんやったらそれを持ててると思う。でも俺ね、誰かに遊ぼうって言われることほんまないね。それは分からんでもないから。言おうと思うやろ、俺に、うん。遊びに行こうぜって。まず、予定がありそうっていうのが一番言われるけど。誘いにくいよな。予定がありそうっていうのと、その遊ぶことに対して、うん、すごくこう、問いかけてきそう。なんでこの遊びを選んだの？そうなんや、俺、人のスケジュールした遊びって、よう遊ばんのよ、基本的に。楽しめやんことないんやけど、うん、あんまりこう、わざわざやらん感じ、うん、それはね、モテやんわ。モテやんわ。怒
かしいな、モテてるはずなんやけど。いやそれね、残念でした。今まで夢見させてくれてありがとうって言うとき周りに。マジかよ。だからモテ、モテ、ど、なんやろな、どのラインなんやろな。あのね、言ってくる。あ、そのラインではないよ。ちゃんとできるっていうのが周りに伝わってるっていうだけよ。はい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 。あの人はちゃんとできる人やっていうのが伝わってるけど、もう八方美人感も一緒に伝わってるから、モテるっていう、まあそのすげえ告白されるとかそういうことじゃなくて、うん、ただまあいい人やなって言われるっていう。なるほどね、うん、あのね、範囲にすごいよるかな。すごくこう離れてる人らに対しては、僕の場合なんやけど、うんうんうん、すごく離れてる人らに対してはめちゃくちゃいいみたいな、すごいなみたいな、うんうんうん、すげえアクティブやし、うんうん、すげえなんかいろいろやってるなっていうのになってくる、うんうん、でもう一個中、うん、例えば、うんうん、もう一個ちょっと近づいてくれた人らは逆に、うん、いやあいつないやろっていう風になってくる、うんうんうん、変な部分がすごい見えてきてみたいな、うんうんうん、でもそれ以上に、うん、こっちに来てくれた人らは、うんうん、もうすごい僕を愛してくれる。なるほどなるほど、もうそこまで来てくれたら、よくわかるなその話は。そこまで来てくれてる人らは、うんうん、もうなんかあのこの一個手前の人らは山田はすごい難しいって言うんよ。なるほどなるほど。でもそれを超えてくれた人らはなんか、うん、いやいやあいつ以上にあんな単純なやつおらんやろ。そうやな、俺もそう思うわ。どっちかっていうと山田なんかお前っつって山田なんかっつって思うわ。それを言ってくれる人、やっぱなんか最近でもそうやし、いろいろこう近くにおる人らはみんなそんな感じなんやけど、うん、なるほどなるほど。ただ周りはそんな感じ言ってくれるけど、自分のおかんはその一個手前やわ。あいつはほんま難しい難しいって言ってる。じゃあお前がそれはもう入れへんだよ、そっから。おかんだけバリケード張ってんだよ、それは。おかんに関してはこのエリアからじゃ、もう来んなよ、来るなって。そんなに考えて思われたら嫌やから。そこの範囲はすごい自分だけ取ってる。なるほどなるほど、それは取ってる。でもどう、まあまあ割とじゃああれや、出会って短い方がモテるっていう、うん、出会って短い人はね、うん、だからその、うん、もう高校の時なんですけど、高校の時に聞いた話ですよ、うん、聞いたところによると、ウィーウィー、自分から言うのはこれも恥ずかしいことやけどな、うん、なんかあの、うん、高校1年生の時入学した時に、うん、まあ一応、うん、クラスの子、男前は誰だみたいな、女の人が言ってるのがあって、うん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 、まあ私が、はいはいはい、まあそれの一番に入ってたらしい。なるほどなるほど。中学校の時とかさ、うん、そんなこと全く言われたことなくて。そうよな、合敗って言われてた。そう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 。で高校入ってそんな言われますよ。高校入って自分もそう言われるから、おうおう、じゃあのどうしていいか分からないし、今までそれがないやん、引き出しがなかったから、方向性がちょっとよく分からんなって、あれちょっと待ってってなって、でそれ言われ出すからちょっと僕もカッコつけてるしみたいな、おはようみたいな感じになるんよ、おはようって言われて、あどうもみたいな、野球やったみたいな、今日もそうやで、今日1ゲーム目なんなんみたいな感じの、体育かよっしゃみたいな感じとかはやってた。やってたね。そうキッショ。いやでもそうよな、普通みんなそうよな。そうやろ、モテてたと思ってたんや。モテてたと、え、でもモテてたんじゃん実際。いやって言うてくれんだけど、それ多分大人になってから出会った人らは、うんうん、絶対モテたやろみたいな感じなんやけど、うんうん、マジでモテてなかったんよほんまに。ああそうなんや。なんかモテて、なんかっていうか多分、まあもともとデブかったし、うん、そうやったっけ。そうそうそう、あんまりそんな記憶ない。もともとすげえデブかって、うんうん、でまあ小学校の時やけどデブって言っても、うんうん、でそっからまあなんかこうこのままデブかったらあかんと思ったんよ。ほんまに小5小6ぐらいで、うんうんうん、すごいこう買い、何でも買い与えられてたからお菓子を。なるほどなるほど。でそれがあったからおかんもな、難しい子供やからお菓子ぐらい与えやんとな。そうそうそう、お菓子とガチャガチャめっちゃやってさせてくれてたんや。ガチャガチャすごかったよな。ガチャガチャ何やってた、ね、あれあのなんとかばあちゃん。そうそう、あなんかガッツいってるで、うん、ガッツ、おしべかめしべって書いてるで。サフランの話や。あいつサフランに触れてくるタイプなんやな。そうそうそう、こんばんは、あこんばんは、もう来てる、なんでこの名前になる、こんばんは、こんばんは、おしべかめしべ、おしべかめしです、めしべです、めしべです。で何の話だったっけ。モテるかどうか。あそうそう、あでふふデブかったって話じゃん。あデブかった、それ全然知らんかったな。小学校、中学校も、中学校入ったら、小学校までは僕あの小学校というか保育園の時に園内でナンバー3の身長を持ってたんよ、うん、
あ、そうなん。そう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 。めちゃくちゃでかかったんよ。おうおうおう。でその頃から止まってんのだから。早めー。変なナンバースリーで、あの、なんと言いますか、ああいう身長を伸びやんくなるっていう時に、まあタバコもよう言われるし、で、あと、まあ寝起きてたらとか、うん、僕あのね、自我の目覚めがすごい早くて。あ、小学校3年ぐらいからアイデンティティがね、そう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 、そういうのが芽生え出してすごくあの、なんでしょうね、モテたいとかもされたし、異性のことを意識しだしたぐらいだから、はいはいはい、だからすごい早かったから、こうそのままもう全く身長も伸びずみたいな感じがずっと来てたなと。うん、自分の子供には自我の目覚めは刺さんとこうと思ってる。自我は目覚めさせない。自我は目覚めさせない。目覚めさせない。いや目覚めるもんやから。目覚めさせない。枠にはめて。はめやんようにしよう。枠にはめやんようにする。それ自我出てるやん。枠にはめやらか。自分が育ったらよくなくなるんだよな、多分。ああ、でもね、ほんま子供の育て方悩むわな。それね、思うわ。あ、めっちゃ今からめっちゃ悩むもん。あ、俺どうするつもりやと思う。どうすんだろう。子供の育て方ってどうすんだろうな。え、どうすんだよな。教育方針、俺の教育方針どんなんやと思う。まあ、大体決まってんのね。やらしてあげる。ああ。怒らない。ああ。なんでそれをやったかを考えさせる。そこまでは僕も多分そんな感じやる。あ、でもほんまそ、もうほんまその通りよ。多分怒らへんし、もうほぼ自由。やりたいことやるし。で、習い事とかよ。うん、いつ始めるって言ったんやから続けなさいっていう怒り方あるやんか、うん、俺あれ要せんと思うよな。自分がまず飽き性やから、はいはい、やめたい時にやめたいやん、うん、でも続けた方がなんかこう結果は出るよとは言うてあげると思うけど、そこむずいわな。この前な、あのうちに来てくれたお客さんなんやけど、うん、お客さんの中で、うん、まあ、あの昼間仕事しながら、うん、夜も店やってて、うん、で子供3人おって、あ、でまあ旦那さんはまあ元々も離婚されててっていう方がおったんやけど、うん、まあ、女で一つで子供3人を育てる、うん、すげえ大変なことや、うん、でまあで、まあ、もう上の子とか5歳6歳やからだいぶ楽になったけどなって言うてるけど、うん、いやそれまでがあったわけ、うん、5歳6歳でもすごいけど、そうそう、家庭がそんだけあってさ、それを話を聞いてる時に、うん、どうその子育ての方法であったりとかがすごいなと思ったね。今みたいな形で、うんうん、あのやらしてあげるっていうとかも、うんうん、今 の, その習い事もそうなんやけど、うんうん、その習い事もやめたい、うんうん、じゃあなんでやめたいんっていうふうに聞いて、うんうん、行きたくない理由とかをこう並べてきた時に、うんうん、じゃあ一個ずつそれを解決させてあげたりとか、うんうんうん、そういうふうになって自分がなぜやりたくないかをすごい考えさせてたりとか、そうながら、ね、ほうほうほう、 で実際そうやっていったら、あれ別にそんな行きたい行きたいわけじゃなかったみたいな、なるほどなるほど、で行こうかみたいな感じで言ってて、はいはいはい、でその人がそれってどこで習ったんですかっていう話をしたんや、うん、めっちゃ気になって、うん、すごくこう聞いたあかん部分になるかもわからんかったけど、うんうんうん、それは自分の親から習ったことですかって聞いたら、うん、すごい反面教師やったらしい。もともとなんかね、お弁当とかでずっと暮らす人やってて、自分の親もそういう感じでいろいろやってたりしてたから、コンビニの弁当ばっかりとかやって、でもそれが絶対嫌やから、うんうん、自分が今その昼の仕事をやってるから、うん、で夜やってるからって言って手抜くわけじゃなくて、うん、ちゃんとしっかり料理も作って掃除も全部やって、うん、でそれからじゃなかったら仕事にはいかんし、それができやんのやったらもうやめるって言ってる人。へえ、なかなか。それってどうやら気合入ってるなと思って。気合入ってるな。僕はそんなんできやんなと思ったんや。おうおうおう。でまあそんな話聞いた時に、うわめっちゃやりたい、自分それぐらいしやないみたいな、おうおうおう、どうやら気合入ってるわーってさ、うん、と思って、うん、なんか女性やの、女性やのにっていうダンス、そういう考え方は悪いことかもわからんけど、ただただちょっと悔しかったわ。いやね、もう子育てっていうジャンルではね、うん、女性に勝つのは無理やで。無理なんかな。もう絶対無理やわ。俺もう見ててわかるもん、無理や。もう家におってももう何にもできへんもん。あ、そうなん。何にもできへん。やることない。やることないとか言ったらあかんけど。だからまあまあ今日は飯作ったりとかしたけど、まあ子育てに関してはほんまに女性には勝てん、ね、やれることないってどういうことなの。なんか見てるだけってことほんまに。例えば、うん、物理的にまず無理なんよ。母乳が出ないへんから、うん、子供が泣いた時に解決する手段として、うん、まあ抱くやの、うん、おむつ替えるやのはまあ俺らでもできるやん、うん、で母乳あげるっていうのは俺らにはできへんや、うん、でもその時間その時点でもうそこに親密な関係が出来上がるわけよ、うん、
餌もらう人がいい人みたいな、うん、あの犬と一緒で、うん、犬と一緒にしたらあかんけど、うんうんうん、もうだからその時点で無理よ。やっぱ父親と母親の役割はもう違うわ、別もんやと思うわ、うん、愛情の量すら違うような気もするわ。あーでもそれはでも分からんでもないけどな、昔前にね、なんか誰かが夫婦円満の秘訣みたいなことを言ってる時に、うんうん、あのライオンハートの歌をほんまにこう言ってたんやけど、子供が生まれたらやっぱ子供が世界でこうみんなめちゃくちゃ可愛いってなるんだけど、やっぱ嫁さんを一番に愛す、うん、前にちょっとこういろいろ仲良くさせてもらった女の子がおって、うん、その子がその子の両親はすごくこうお父さんを立てる人やって、うん、お母さんがまず親父が飯を手つけやんかったら娘とかも食べたらあかんみたいな、うん、まず親父からやんみたいな、うん、で親父のことすごい奥さんを愛してて、うんそれをずっと見てきてるから、うん、やっぱりお父さんっていうのはすごいものや、うん、になってて、うん、でそれを見てる子供たちも、うん、そういうお父さんになりたいとか、うん、そういうお父さんに迷惑かけるんじゃないけど、うんまあ、そういう風に思って生きてきてたみたいな、うん、お父さん大好きっていう風に言ってて、うん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 、それってまた素晴らしいなと思ってね。そうな、もうだから役割がねやっぱり今まあ実際こうやって生活してみたら俺もっと手伝えると思ってたんよ、うん、自分自身で自分は結構優しいと思ってるし、割とほいでできる、何でもできる方やと思ってるから、うん、もっと手伝えると思ってたけど、ほんま全然そんなことはなかった。全然思ってるよりも、もう嫁さんの素晴らしさがただただ出るっていうのが子育てやな。何公共の電波使って嫁の評価上げに行ってるの。いやいや、うちの嫁好き芸人なの。嫁好き小説家なの。それはもう嫁好きよ。嫁好き小説家アピールか。ええやんけ、別に。何が悪いほな、いや、ようできてるわ、やっぱり。ほな、そろそろ嫁おらん人も入ってきてくださいよ。嫁おらんやつもう一人いてんねやから。嫁おらんやつもう一人いてる。嫁おらんやつ、なんかずっと。いや、どうもどうも。お疲れー。カネゴン、どうもどうも。カネゴンみたいなのつけてるじゃないですか、頭に。いや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 。カネゴンつけてんの目やからね。耳ちゃうから。なんかカネゴンみたいな感じじゃなかった今。タキさんローソンに似てましたよね。ローソンに似てたね。ローソンでね、なんだろう、人生について考えてた。街のホットステーションですから、ね。そう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 。そのためにあるんでしょ。明かりはそのためにしてる。そうそうそう。そう。どうですか子供。あんま考えないですか。いや子供すごく考えるよ。結婚しないんですか。そこはね。タブーやね。タブーオーナー。みんなタブーオーナー。デリケートゾーンやね。デリケートゾーン。やめろよ、デリケートゾーン。デリケートオーナー。タブーやけどよ。いや、まあ、子供は欲しいよ。子供すごい好きや。あ、そうなんですか。子供欲しいっすよね。だから、結婚にこだわりはないよな。はい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 。結局、その、なんていうかな、うん、ブラピみたいな人もいてるわけやんか。ブラピ結婚してないんですか。いや結構一知ってるけど、子供はそのあなんていうの、遺伝子的な養子みたいな。ああ養子いただいてるんですか。うん、あ養子いただいてる、いただいてる、養子いただいてるんや。そういう引き取って育てる。へえ。だから別にその血縁とか全然気にならへんから、自分が子供やと思えばもうそれはもう子供やから。なるほどね。うん、2人ともどうすんの。そこはちょっとできてる。2人ともどうすんの。いや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 。でもブラピの話聞いたらちょっとなんかそんなんもありやなと思った。それちょっとかっこいいなと思っただけやろ。それはでもなんか武勇伝ですよね。武勇伝。武勇伝。武勇伝って言った。いや子供めっちゃ欲しいし結婚したいなって思うんですけど、僕は別に焦ってないっていうか、やりたいことがまだあるから。別に…あ何何何これだけは言わして。ああ、この前、ああ、あの親友の子供が、まあ、店に来てくれて、はいはい、でその娘、今年あのこの前七五三みたいで、すごい可愛いんやけど、その子が、まあ、直樹に会いに来るって言ってここ来てくれて、うん、でなんかここでちょっとかくれんぼみたいなのもしながらやってたんよ、うん、で、おいでーってやったら、あーって抱きつきに来て、チュッてしてくれんのよ。僕、仕事頑張ろうってなったんよ。いや、それはすごいわかる。マジで頑張ろうってなったんですよ。何これと思って。で、それをあの嫁さんも
なんか毎回こんな感じでやっぱりなってるから旦那も仕事頑張ろうっていうふうにほんまに思うって言ってて、でそれがやっぱりテレビでよう言うてたりして、なんか子供の寝顔を見たら幸せやとか、子供の寝顔を見れるだけで私は仕事が頑張れるみたいなとかよう聞くけどさ、実際なんぼろもんやねんって思ってたよ。自分の問題やんけと思ったけど、いやそんなレベルちゃうなあ。いやまだもう一個上やで、自分の子供っていうのは認識したら。そんなことないで。いや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 、まだやで、まだやで。どえら頑張れるもん、チューされてん。いやお前の感動はまだその先があるで、きっとこれより先ってことだけど、もうやばい。いやだからそのみんなこの子供ええよって言うんよ、結局最終的には。もういやこれ以上先は自分の中でもうタブーやわ。タブーってタブーやわ。いやまだほんまに、でもそれよりまだ先があるから、みんな頑張ろうっていうのはある、マジか。まあその分やっぱりこう憎しみみたいなのもあって、当たり前っちゃ当たり前やけどね、自分の子供やからなんでできへんのっていうのも、なんかこの間その心理学大図鑑読んでて、あれの発生のところで、子供はそのまあ親にこうわがまま言ったりするのは、親が自分に対して愛情だけじゃなくて憎しみを持ってないかどうか見てるんやって。でその憎しみを親は許容した上で自分を愛してくれてるかどうかを見てるらしい。ただ愛してるだけじゃなくて、だから優しいだけじゃなくて、なんだよこいつっていう感情を持ちながら、それを殺してるところを見ることで愛情を感じるんやって。わかった？半分。いやこれすごいいい話やな。要は何？要は動いて気にしてる。要は何やろな、その子供はただ優しいだけでは愛を感じてない。こいつにくそいなって思ってるのを殺してくれてるのを見て、愛を感じてる。そういうことな。もうそれ女に対しても一緒ちゃう。ああ、めんどくさいけど付き合っちゃってんねやみたいな。それを見た時にも、その感情はまあ生まれてくる時はある。なるほど。ありがたいなと思いながら。まあでもそれもあるな、確かにな。ありがたいなって思う反面、は？何めんどくさいと思ってんのお前っていう風になるし。俺の言うことやろうかみたいな。ものすごいね、あの男尊女子の男尊女子の考えが山田直樹強いらしい。男尊女子強い、強いらしい。ちなみにね、お前の親友の道江亮太も強いです。あのね、強いらしいわ。女は家で飯作ってるもんやつって道江よう言うてたもん。ペモン学校の時。あのね、そうなんよ。デートしてる時とかもう、これ言うだすかね、テレビここで、なんかあのこの男は、この男はこう見えて、お手手繋いじゃうらしいんよ。手繋げへんの？手繋ぐ？もう手繋ぐよ。マジで？繋ぐやろ。さ相手が望めばな話やけど。いやいや自分からでも繋ぐよそら。自分から繋ぐ？だって自分から繋いだ方が嬉しい時あるっていうのも分かるやん、そんなの。少女漫画読んでへんのお前。じゃあ手を繋ぐなんかさ。なんで分かんの？いやもうあのそんなお前のクソ安い手が長いで言うてみ、手をつなぐ行為ってもうあの人前でチューをすると一緒やで。俺人前でチューしたらあかんのかね。いや人前でチューをするってなんだ。別にいいんちゃうもん。人前でチュー武士として武士ちゃうやん。なんか士族の士族の残りヤヒコみたいなことないなんかちょっと昨日見たよ、ロリケンシン。昨日見てないわ。前から見てるわ。ちょっとすげえ影響されてるやん。すげえやん。昨日ね、ロリケンシン金曜ロードショーでやったやつ見て。金曜ロードショーでやってた。だから昔のやつな。ああ昔のやつを見てて、あなるほど。そうそうそう、なんかあのこれで士族のちょうどさ、みんなあれが潰る、一回倒れ死の交渉が終わって、でこう、うわーってお金を、ね、商人がすごい強くなった時代の話やって、武士たちがこうなってた時やったから、それで士族とかが、なんか、お前らはみたいな言われたから、ちょっとその言葉出したいな。早めやな。早めやったな。影響早め。士族として、やっぱ、あの、恥ずべき行為やと。私は人前で。じゃあ、なんでなん？恥ずかしいっていうか。なんでなん？多分ね、何が恥ずかしい、なんでやって言われたら、もう分かってもたわ。いやでも、多分言い方やで、ね、でも人前で愛情表現できへん人は恥ずべき行為やと思う、って言ったら
こっちの方がかっこよくない。全然俺もそうやと思う。ね、なんか聞いてるやん。なんでなん。なんでなん。じゃあなんでなんてなった時に、それをなんでなんてか僕が今答えを言ったら、あの負けんの分かってるから言えよ。言えよ。言えよ。じゃあもうじゃあ絶対お前を負けたような気持ちにはさせへんから言うて。じゃあ絶対させへん。自分でももう今一個答え最初に出た時に、うん、うわこれは違うわってなってきた。いやそれ言うて、それ言うて。それ絶対絶対称えるからそれを。じゃあなんかどういうことやったっけ。なんでその外でそういうことするのは恥ずかしいことな、直樹の中で。いやなんか家ですることやん。ちょっと待って。じゃ人前でそういうことさ。全然答えになって。人前でそういうことやん。見せることじゃないやん。でなんでなん。なんでなん。なんでなんって聞いて。それはなんでなん。見たいと思う。なんで人のことが関係ある。その2人間の愛情表現なわけで、そんなそれがたまたまね、他人がいてるだけで、ね、だからその知らんやつがよ、そんなんも見たところで、まあ、今日の5分後ぐらいにはもう忘れてるんやからよ。あのさ、何ですか。あのさ、あの、例えば、あれはしたいと思ったことある。あの電車で乗るときとかに、あの守るやつ、じゃあの改札の別れ際みたいなとかは昔したことあるんですよ。なるほどなるほど。そうなんかあれよな、もう常に基準が第三者や。見てる方、カメラありき、カメラありき、あの絵になるかどうか。東京からこう来てくれたりとか、東京に僕持ったりした時とかに、なんかこう帰り際に寂しいみたいな感じになってこう。大丈夫でみたいな感じのはして、こうそのまま後ろ振り返らんと改札通って行ったりして、後からこう振り返ってみんなやけど、まあそうにはもうおらんみたいな。おらんとか言ってなったんやけど、放ってほしかったなと思ったけど、やっぱそんなもんかと思う。まあそんな一人見すぎないよな、そういうの。感情ない。見すぎないよな、そういうのにすごい憧れが強いよな、白線流し的なやつに。だからその人への愛情よりも第三者から見た自分の方が影響が強いってことやな。そうやな。あ、だからそういうことやと、そこで愛情をこう例えばこう口づけを交わすなんて、皆さん、ね、公共の前で何をしてることやって、私は思ってしまうんで。でもそのだからお前が喜ばしたいのは目の前の人じゃなくて周りの人ってことやな。第三者の方が大事ってことやな。結局第三者に気分悪いやろうから、この第二者としての相手が嬉しがることでも要せんってことやんな。いや、してくれ。だから相手よりも周りの方が大事だよな。結局してくれって言われたらするわ。しあでもね、せんやんけ。いや、嘘つくなよ。しやんけど、うん、嬉しい。じゃ向こう嬉しないやん、せえへんかったら。じゃでも言われることは嬉しいもん。でも向こうはしてほしいんやで。ちょっと待てよ。ちょ待てよ家帰ってからちょっと向こう行こう、しかるべき場所向こう行こうって、向こう行こうって、向こう行こうっていう。まあ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 、まあ、いいんやろうけどね、それでいいんやろうけど。要所要所に出てくる自分大好き虫が。出てますか。出てるよ。しかもあくまでも第三者が見た自分。そうなんやな、かっこよく。相手からの評価はじゃあいいん、そんな。あんまり思わんかな。相手からの評価よりも自分自身が相手にどう映ってるのかが気になる。だからそれを上げるためにはせなあかんや。違うねん、それが自分から見てのこういうことじゃなくて、自分が例えばカメラの向こう側におった人間で、これを第三者よ。第三者やろ、相手じゃないやろ、第三者やろ。それをこう美しく見えることをしたがる。第二者もやってみたらいいの。できやんな。第二者考えたらよ、なあ。すぐ向こうのこと考えますよね。どういうこと、どういうこと。すぐ向こうってのは第三者のことやろ。どの向こうから。第三者や言うてんの。どの向こうから。望遠カメラの話をしてるやん、お前は。結構向こうのこと。結構向こうのこと。遠目ない。結構遠目。結構遠目は考えやよ。結構遠目のことは考えてまうんですよね。あ、ほいでやな、うん、だからこう客観的な自分が出てきてしまうみたいな。そう、
ダメなことに関しては結構遠目も意識するかもしれんけど、うんうん、いいことに関しては二人間やから、うんうん、そうですね、二人でいてるんやからさ、二人でいてることがね、よくできやんかった、昔からそうなんよ、二、うん、人でおって、前にちょっとこうなんや、お付き合いしてた子とかもご飯食べに行くことが僕もあんま好きじゃなかったりしてて、でもご飯食べに行こうってなった時に言ったんよ、ご飯食べに行って何がおもろいの、喋らんで僕っていう感じやってえ、ご飯おいしいとか言うやんみたいな、ご飯おいしいって感じもないし、そんな話して何が意味あるみたいな感じだったから、それは誰が望むことなんってなったんよ。だから妖精か向こうが望むやろ向こうが食事の中で楽しい会話弾ませることを望むんやから、楽しい会話しちゃれ、できやんかそれはもう主観や、第三者でも何でもない、ほんまに第三者から見たらさ、楽しく飯食ってる方がええんやろ、うん、普通に考えたらよ、ありのままの姿を見せるのよって来た、最近見せてるでありのまますぎやろ、ありのままありのまますぎやろ、ありのまま問題ありすぎやろありのままに、自分のありのままなんじゃないやんじゃん、それやったら相手にほんまにそんなことしたい、だから相手喜んでもらうの一番やっていうのは俺の中でのありのままやったらよ、じゃあ僕のありのままは自分が一番かっこよく見せるのがそれが全てやったらそれで OK やと、うん、もう別にええよじゃあ別にええよOK それは OK、 それはもう好きにしたらめっちゃスカスやん、いやじゃあだって別にええもん、正解やけどさ正解やけどだって別にええもん、そんな感じなんかうんってなったらいやそれは OK やけど、あのそれを自覚してや OK だよだからもうそうしたいんやろ、結局そうしたいよ、やっぱそうやわ、僕はそうであると思う、そうだ、あのスピードゴンの小沢さんによるよね、ちょっと無理、納得せえへん、なんでよあのあたりが自分大好きなんやろ、まあ自分大好きはまあ認めるあれな、いつもどこかで誰かが俺を見てるあ、そうなんだよ、ね、それはほんまにある、それでも一郎が言うてました一郎が一郎はフィールドにおるときにあいつも絶対自分好きでしょ、そうはそりゃそうやな、絶対好きでしょ、そりゃそうや、一郎には負ける、一応負けるかな、一郎ぐらいやと思うんですよ僕も、うん、自分好きとで言ったら、うん、どんだけあいつが好きかわからんけどで、ほんまにフィールドにいてるときは常にこう、例えばグッて屈伸運動するときもそうやし、何一つに対しても私は常に見られてるっていう意識を持ってるって、うん、それがプロやからって、うん、間違いないなと思ってそこででもあるよな、あの山田直樹と一郎の違いは出てくるよね一郎はそこでもう見られること、はい、プレー、最高のプレーをすることがプロであるから、はいはい、一生懸命見えないところで、はい、用具を磨いたり、はい、すごい努力をするわけです、はいはいはい、一方、山田直樹、はいそこで見られてるために頑張りますで、あの裏で何か磨く自分がかっこいいっていうかっこいいところも見られてる、見られてる体でこれをやってる俺、かっこいいっていうまあ数式は違っても答えが一緒でいいんじゃない？そうやな結果そこがあの結局一緒のことやってるからいいんやけど、うんうん、熱量が全然違うからすぐ挫折するっていう、やっぱりかっこよくあるためにはやっぱりかっこ悪いところは絶対ないとあかんと思うよな、かっこ悪いところなんかないよ、かっこよくあるためにはかっこ悪い何かが必要やと思うよな俺、かっこ悪い何か、うん、常にかっこよくあるためにはかっこ悪い何かが必要やと思う、マッキー聞いてるとか？かっこ悪ないマッキーってすんなよお前じゃよ悪いのお前じゃよいやまあ簡単な話で言うたらこう向こう例えば顔こう見栄え良くしようと思ったら鼻毛抜いたり切ったりせなあかんや、うん、その時かっこ悪いやん、うんうん、そういう努力の積み重ねがかっこいい結果になると思うよな、何でも、あでもねその時もかっこよくしてる常時第三者マジで眉毛例えば眉毛剃るんとかも、うん、なんかこうこんなやつ剃るんとかじゃなくて、うん、鏡ながらとかじゃなくて僕片足めっちゃ上げてこんな感じだったりするんこんなやつそれ違うよそういう感じでしたねこう眉毛剃ってる仕草すらもかっこよくみたいな、まあ、あるでも眉毛剃ってることってほんまにかっこいい生まれ持ったままで勝負する方がかっこいいとかっていうのも別に響かんわけじゃないやろ、直樹は。でも
なんやろな、僕が思うかっこよさは逆にそのそこを磨くことによってかっこ悪い部分もかっこよく見えるみたいな。うん、それは剃ってることも実はこれは言ったら身だしなみを整えるってすごい大切だった、うん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 、それってすごいかっこいいから、うんうんうん、じゃあ手入れしてることがかっこよくなるやん、うんはい、次のためにやるわけ。そうなるほどね。ほらだからその泥臭い努力までわざわざかっこよくする必要はないと思う。自然に引き上げられてくるっていうか、うん、これのためにやってることは全てかっこいいってやると思う。なるほどね、うん、イチローだって分からんで、それはプレーに集中するために1時間前に絶対1回抜きますっていうことあるかもしれない。そうやって真似するわ。そういうルーティンがでも言えへん。言えへん言えへん。でもかっこ悪いやん。かっこ悪い。聞いたらもし聞いたらかっこ悪いやん、うん、でもイチローがやるんやでって言ったらちょっとかっこいいやん。抜きろうよな。抜きろう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 。いや、ありますね、絶対繁華街にありそうですね、抜きろうっていう店名前の店いかがらしい店いかがらしい店いかがらしい店ありそう抜きろう抜きろう再現してみる悪いぞ。自分が回るんか、向こうが回るんか悪いぞ。仙毒に入ってるから仙毒仙毒くら寿司くら寿司よまたこれ見てたら寝てしまったやっていつももうね、ありがとうございますまたこれ見てたら寝てしまった。代わりに使ってくれたらいいんだよ。あ、そうやな、確かに見られてる寝やすい会話よな。見られてると見せてるのは違う気もする。おなるほどね。見せなるほどね。なるほど。ちょっとあれやな、アバウトすぎてもうちょい話したいぐらい見られてると見せてるが違うのは。なるほどね。僕はお前は見せてんよな。見せ どっちかまあでもね、パフォーマンスする仕事やから、うん、パフォーマンやもんな。そうそうそう、それはもう自分の中で全てを見せようっていう感じのは全然あるわな、うん、何でも見せようと思ってる、うん、だからその例えばあのね、こういうバーの携帯でやられてる人がおって、その人はものすごい準備をする方で、うん、それはまあもともとなんかねライブとかでもするアーティストやって、でライブ感をすごい大事にするために準備っていうのをすげえ几帳面にする人なんや。もうほんまにそれですげえいいことやなと思ったんやけど、僕がそれもやりたいと思ってやってるタイプでちょっと挑戦して、でいろいろ準備もやってんだけど、まあ、ここで思った時に、まあ、準備をするね、準備は最低限必要な部分は絶対してるんやけど、あとは僕はそれも一緒に楽しみたいって思う人なんや。例えばこの場所やったらそれもあのみんなと一緒にパフォーマンスとして楽しめる、まあ、人を見てやとは思うけどな、楽しめる人とはそれをたくさんも一緒に楽しもうとは思う。なるほどなるほど、うん、まあなんか変な言い方になるかもしれないけど、アットホームっちゃアットホームやな、うん、そういう面では。そう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 、うん、だからあるからこれがパンパンパン出てくるっていうのを自分自身それをしてしまったらまたそれもまたちゃうんじゃないかなっていうのもあったりするし、まあその一面もなかったらあかんと思ってるから、うん、やっぱこの店の良さはでもやっぱり直樹が仕事してる感がないことが一番いいところかなと思うけどな、うん、仕事してる感がないことない。直樹が仕事してる感がない。あだ業務的にやってる感じがもう全くせえへん。会話でもそうやし、そうやな、むしろもう料理とかそのカクテル、うん、飲み物作ってる時でもなんかもうちょっと楽しんでやってるぐらいに見える。そう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 、あのあれやね、なんて言葉の表現が一番正しいか分からんけど、うん、お腹すいたって言われて、お腹すいたから作ったろわってなるけど、うんうん、いやこっちも今忙しいね、待ってくれよってなんねん。ちょ待ってくれよって思って、コンビニ近くあるしさって思って、全然普通に帰るやんって思うから、うんうん、その時はもうあのちょっと待ってもらう。いやでもそれが多分ここの良さやと思うけどな、まあまあうん、それが許される空気がある、うん、空気ちょっとくれよってなる。それがそんな空気じゃない店やったら暴動起こるんだよ。かしこまりましたって言えへんねやからな。でもうそれを飲めよって言われた時とかも、飲むのが鉄則やと思うけど、僕飲んだらあかんから、あかんことなんて分かってるから、いやちょっと勘弁してくださいよあえてそうそうそう、その飲むことで数字上がるやんお前っていうふうに言われるし、まあ、そりゃそうやと思うね、うん、でもこれ飲むことによって明日しんどいし、明日しんどいしって言ったら OL かって言われて、じゃあなんかこうその後も
結構しどろもどろになってまうから、うん、まあ楽しく飲む分にはいけるけど潰れるまでよう飲まんす勘弁してくださいみたいな。あんまりでもやっぱりそれええとこやと思うわ、ね、いやいやいや普通に営業感ほんまない。でもだから直樹が飽きてきた時よな仕事に、また多分その仕事感が出るから、そしたらまあ飽きてきたらそうなるから、うん、飽きてきたら多分そうなるから、まあ飽きないように自分でどんだけこういろいろ遊べるか、ね、コントロールしながら、うん、まあ遊んでるからな今も十分、うん、だからこのまま続けて遊べるから、うん、この箱の中で遊ぶことなくなってしまうとな、うん、やっぱりネックになるかなと思って。なるほどな、ね、ちなみにね全く話変わることしていいですか。ああいいよ。全然二人とも気づいてくれなかったんですけど、僕また髪の毛染めたんですよ。いやまあまああれなんていうやろな、どうでもいい情報。どうでもいい情報。ほんまに全然気づかんかった。どう抜いたら気づく？全然わからん。髪染めた。マジで。いやでもそれは僕結構割とチェックしとかんと、そろそろ僕も替え時やから、下手したら被る。待った。いや絶対せん。俺にはせん。そう？そう？そう？そう。そうで、いや別に何を思ってまた、いやちょっと壁の色ちょっとあの塔っぽいかなと思ってちょっと最近ねあのちょっととんがってきてんなってまた言われたんですよ。また言われた。また言われてちょっと気持ちよくなってきたよそれ言われて。なんかあの今日あのちょっと買い物行ってる時に知り合いが働いてる店行った時に、うん、なんか奈緒ちゃんも髪の毛染めてるし、もう一人近くにいてるやつも髪の毛染め出したやんみたいな、うん、二人ともなんで今更とんがってんのみたいな。え、そんなことないけどと思ったけど、それ言われた時のと思って、うん、じゃあなんかだから今言うことじゃないことかもわかんないですけど、うん、ちょピアス開けようと思って。めっちゃおもろいこと言ったでしょ。だからピアス開けようと思って後で開けてもらおうと思ってんです。タッキーさん知らんわ。タッキーさんに知らんピアス開けてもらおうと思って。タッキーさんどうですか感想。いやもうなんやろうな、ジョークとしか思えない。質の悪いジョークとしか思えやんねん。なんやろ。いや知らん、ほんま知らん。そのなんか回路を教えてほしいな。どう辿ったらどう辿ったらピアス25を超えてとんがった上に耳にとんがったもん刺そうかなっていう。ピアスそこへ行くまでの回路を教えてほしい。直樹って行きたくなってきたわってきましたよ。ガッツガッツどこ見てやねん。ピアスあるぞ、ピアス。とんがるぞ。なんだろう。いやー意味わからん、だいぶ意味わからん。急遽ポトフ作ってくれるし好きやって。今の写りちょいカツラっぽいで、受けたら部分やっちゅうね。ほんまもうカツラやから、ね、カツラちゃうカツラじゃないわ。ピアスを開けようかなっていうふうに、ん、じゃこれは言うべきことじゃないと思った。違うわ。なんやろな。もう無理無理無理、もう俺知らんしか言えやん。言うべきことじゃないと思ったし、うん、黙ってしれっと上げとこうと思ったんやけど、それもダサいな。何だろう、とんがった結果ピアス開けるっていうのは絶対的なその数値が低い。回路の浅さ。ちゃうから、ちゃうから、ちゃうから。じゃあなんでない、なんでない、なんでない、じゃなんでない、ピアス開けようってバランスを取りたかったんや。じゃあそれ嘘やん。じゃあほんまや。じゃ今左が1個だけつけてて、うん、で右ももう開いてんのよ。で何個か開いてんのは開いてんのやけど、ちょっとこういう感じにしたいなっていうスタイルが出たから、あそのためにバランスよくするのにもう1個開けてもらおうかなと思って。あいつ頃から思ってたんそれは。一昨日ぐらいかな。それ何か見たやろ。いや別に何か見たやろ。誰に影響された。誰に影響された。何か見たとかじゃない。誰に影響された。もうなんかそういう話ちゃうわ。ルロニケンシン、ルロニケンシン、ルロニケンシンで。そんなんちゃうわ。左右のバランスが良くて、これこのリングのやつ両方につけなかったわけなんですよ。あ、こいつあれっすわ、鏡ばっかり見てるからそういうのが思いつくんや。多分それちょっと今回ちょっと違うスタイルでいこうかな。なるほどな。それがあるから。そういうことか。それがあるからピアス買ってきたんですよ。ピアッサーで開ける。いやもうあの
安全ピンで。それなんでなん？それかっこいいからやっぱり安全ピンの方が。いやピアスター安全ピンの方がかっこいいからな。ピアスターはなんかちょっと恥ずかしいやん。だから安全ピンの方がかっこいいからやな。何もらってんねん。何もらってんねん。笑うわ。意味わからん。え、笑うのはじゃあいいっすわ。笑う、100歩譲って笑うのは OK しますわ。開けてくれますかじゃあ。いや開けてくださいよ。悩むんや、悩むんや。開けてくださいよ。自分でその両方ピアスってかっこいいか。そもそも。マジっすか。清原みたいなことやんな。そう。え、ダサいっすか。なんやろな、あんまり。じゃあピアスってどういう時開けるの。どういう時開ける。どういう時開ける。こう昔僕ピアス、鼻と口とかにも開いてた。あ、鼻開いてたな。そうそう開いてて、これはあのなんかスノーボードやってる時に。うん、大会出て負けたら開けようって、穴開けていこうってみんなでやってたよ。でやっていったら、僕1,2,3,4,5,6,7って7個負けてんだよ。それとかもう開けまくって開けまくって、なんかもう開けるとこなくなってきたから乳首とかにも開けてた。俺もうどこ開けようみたいな感じとかやってたから、そういうことをしてる時によう開けてた。え、じゃあ、じゃあ最初の1個目は、最初の1個目は高校の時。なんで開けたのそれ。それなんでな。おしゃれやと。あ、え、かっこいいってこと。かっこいい、ピアス開けたかった。おしゃれとかっこいいちょっとちゃうんよ、俺の中では。当時ね、ああそうか。でもおしゃれとかっこいいは、まあ、僕らからしたいし、僕らからってなって言ってますけど、一括りその、うん、高校の時野球やってたからピアス開けたらあかんかったし、でピアスを開けたいって思ってたんよ。で当時付き合ってる彼女がすごくこうおしゃれな子やって、開けちゃいなよみたいな。開けちゃいなよって。そう、ほな開けちゃおうかって言って、うん、めっちゃ氷でこうやって冷やして、はいはいはい、うわーってやって、今神経死んでるから今って言ってバーンってやって開けてもらってる。おえ、おしゃれが良かった、かっこよくなりたかった、うん、なりたかった、うん、で今開けるのは左右のバランスを取るためで、で左右のバランスを取るっていうのはつまりかっこよくなりたいってことやな。そうだよな。なるほどな。どうすかどうですか、もうここまで聞いたらもういい志ってことで。いいか、まあおしゃれとして開けちゃってください。いや、それはどうなんでくれないですか、こんだけ言って。逆に何の抵抗なんですか、それは。なんなんやろな。なんとなく嫌。いや、なんやろ、あのピアス開けようかなっていう人に、うん、僕今十数年ぶりに出会ってる。戸惑いを隠せない。いや、わかるさ、わかる。いや、でも僕ん家来てくださいよ、おかん、うん、毎回飲んだら、うん、ピアス開けようかなって。それも遺伝的なもん。ずっと開けたかったって未だに言ってて、開けたらいいやん。遺伝的なもん。あかん、めっちゃおもろいわ。開けたらええやん。じゃあ遺伝か。結局遺伝か。他はずっとそう言ってますよ。なるほどな。僕はだから直樹はええよな、好きなのに開けててっていう感じだったから、他も開けてええやんって話してるかな。きつ。親子のトークきつ。おかもとんがりたいんだとか。おかもとんがりたいんやな。いや、おかもやっぱりおしゃれになりたいんじゃん。かわいくなりたいから。それはあると思う、うん。どうやら中学校とか高校とかってすげえ抵抗してピアス開けたけど、僕今まだ開いてるけどつけてない。もうつけることもないし。そうですね。当時出会った時はタキさんついてました。ついてたね。ブリンブリンなやつ。もうね、もうほんまに何歩ほどすんねんっていうような何カラットのダイヤかのやつついてて、もう結構8メーター、9メーターぐらい結構先におるけど。ってなんで。おかしいやん、反射率。そんなでかいの。誰絶対やろ。結構車も危なかった。ああ、なるほどなるほど。ギラギラでギラギラやったから。その時はもうキラキラばっかりやったからね。そうやな、うん、でも結構あれですよね、服とかでも多いですよね。多いやっぱり好きなんですか。まあ好きなのもあるし、うん、あの結構いろんなとこ出ていくことが多いから、やっぱりその覚えてもらいたいっていうのがあるよね。印象付けたいっていう、うん、なんかクソみたいにダサくても印象付くじゃないですか。あとなんか話しかけやすい。
あーなるほどなるほど、ダサい人って話しかけにくいやん。いやでもクソみたいにダサかったら話しかけやすい。それダサいっすねーって言われへんから。あーそうかそうか、言われへんから。あそれ何って話しかけやすい。それはあるっすね、うん、僕もともとが話しかけにくい人やから。あーなるほどなるほど、 そのオーラしかないっすね。そうなんです。そうだからなんか一つでもなんか相手が気軽に話せるようなポイントを作るようには心がけてる。うーんなるほどなるほど。ほらじゃあ、うん、ピアス開けません。ピアスはいいよ。ピアスそんな話しかけられへん。同じ通り開けましょうよ。気持ち悪いな。左右左右で左右でなんだその両方にこだわるあれなんだ。なんか左右で一人開けたいなって言って、滝さん右につけて僕左みたいな、なんかかっこよくないですか。で合体するみたいな。ええとこしか残らんすよ。そうなったらポタポタ。ええとこしか残らんわ。2人足して2で終わったらほぼタッキーさんやと思うけど。要素が少ないやん。山の要素が少ない。ほぼタッキーさん。ちょうどそれ足して割ってほぼタッキーさんできたらもう片方ひどいで。ハハ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 。せやろ、そんな風じゃないで、そんな世の中じゃ何わからんくなってきた。そんな世の中じゃなんかわからんくなってきた。なんかそんなのやったんかなと思って。どういうこと。何が何が動揺してんのよ。まだまだいけるよと思って。いや、ピアス開けたいっていう感情がわからんわ。やっぱ学生時代に思ってないからな。あ何したいって思った。学生時代、うん、早く大人になりたい。60歳ぐらいで仕事辞めて、あの将棋早く一日中したいなって思った。でもその感じは僕にはなかったから、うん、それは僕からしたらまたピアス開けたり一緒の感じだと思う、うん、一緒やろ、うん、ないことやから。あ理解不能、理解不能なんや。一緒やろ、理解不能やもん。理解不能か、うん、60な早く60になって将棋打ちたいなんて思ってないから。将棋は指すやからね、囲碁やから打つは。もうこの時を楽しみたいだけしかないから、この時を楽しむために、この時を楽しむイコールピアス開けなってなってんのよ。だから俺さっきそのおしゃれとかかっこいいとかって言ったけど、嘘やん。おしゃれとかかっこいいからピアス開けたいっていうのも、むしろその取り残されたくないから開けるんよ。誰に？時代に乗りたいから開けるんじゃない？いやそれは全然ない、うん、あそういうことじゃない。あんま思ってないかな。だからおしゃれって結構バランスやから、うんうん、ここ中学生の間でここができます、ここができます、この服揃えます、うん、これ揃えます、うん、あれここにアクセント欲しいな、そうですね、っていう感じ。トータルなところ、だからここのブレスとかも、うん、こう来たらここに1個なんかアイキャッチのポイントが欲しいなとか、うんうんうん、あーよう分かってるやん。お前言われたんだよ。なんだそういう関係の人ですか。そういう関係、そういう関係の人かな。そういう関係の人。そうそうそう。こういう感じですね。そういう感じ、そういう感じ。みたいな。だから全てつけたら全部おしゃれかっていうんでもなくて、うん、そうなんです、うん。これが楽しいんですよ。いやじゃあおしゃれの楽しさはまあ俺も一応分かる、うんうん。いや嫌いじゃないから、うん、やれへんだけで。じゃあそのみんなが求めるものって果たしてほんまに思ってんのかなっていうのがあるんや。いや流れされてるやつも全然おるで、うん、その、うん、今の流れでやっといたら OK やろみたいなとかは絶対あると思うし、うん、それがブランド品が価格が高騰したりとかっていうやと思うし、はいはいはい、でも要は2人で話してたのが、うん、そういうことを見てるから、じゃあ例えば5万円の服を買う、うん、でも5万円の服じゃなくてもこれ2000円の服で別にまあ代用はここではできるよねっていうのとかも見てるから分かるっていう感じの、例えば別にそんなブランド買わんでもユニクロである程度揃えれるわけやん、中はこれでいけて、そのだけこれ1個パンってやってたら、あこの人なかなかこう上級なテクニックを持ってるなっていうので、またそれで会話もできるしね、そういうのは勉強になってるかなっていうところ。何の話？ちょっと待って、びっくりした。まあ求めてるか求めてないか、そう。まあでも求めてるから存在してるんやと思う。おしゃれ自体は。おしゃれ自体は。うん、うん。おしゃれってのは何なんですかね。
おしゃれ個性の表現方法ですか。なんか俺学者みたいなスタンスで喋ってるな。どう思う。おしゃれとは、おしゃれってのは何なんですか。 おしゃれとは、うん、まあまあどうでもよくなってきつつあるんやけど。あーでもね、それはもう全然思わん。いくつになっても、うん、例えばさ、うん、同窓会にさ、うん、あるとして、うんうん、女子が同窓会30代、うんうん、40代で来ました、うんうん、すっぴんで、うんうん、もう生活感出してる格好で来ました、うんうん、それどう思う。俺はそのおしゃれじゃないとかあるとかっていうよりはその社会的にそのモラルアウトやなとは思う。やろう、うん、でそれをあのするようなそこの、うん、じゃあ社会的な状態まで持っていく、うん、じゃあ社会的な状態まで持っていくのも一つの、僕はもうこの部分でもうちょっとおしゃれをしようと思ってるとは思うよ。社会的な状態に持っていくというのはその通りやから、うん、でそれをこうちょっとこう変わっていったらそれがもう趣味になってる人だっていうのはもう、うん、例えば僕やったらこの仕事がもう趣味とかいうぐらい、人と喋るのが趣味やっていう風な感じとかと同じようなぐらい服にすごい没頭する人だとか、それに対してお金を使いたいと言ったらそれでいいと思うし、そこまで言ったらね、逸脱まだしてない、まだ変わってんなと。だから考え方、思考とかと一緒だと思うで、服が好きっていうのも。なるほど。つまりおしゃれっていうのは、つまりおしゃれというものは、つまりおしゃれはナオキナオキね、たまにあるんやけどね、ちょダメ出しするで、ナオキたまにあるんやけどね、質問に返しての返答がね、うん、返答になってない時あるんや。ほらまあまあ、おしゃれな。俺はおしゃれとはって聞いてんの。分からんな。いやでも、僕もね、結局は本質的には分からんなってことなの、何かを求めていくことだよね。ほうほうほう、おしゃれってってことはおしゃれ継続したものってないよね。ほうほうほう、同じ円をずっとぐるって回ってんの。ほうほうほう、でちょっと前まではおしゃれってすごいこだわって、おしゃれいろんなものにこだわってっていうことなんやけど、今の最先端というか今注目されてるおしゃれなスタイルってノームコアっていうこと、うんうんうん、これ造語なんやけど、うんうん、ノーマルプラスハードコアっていうので、うんうん、ノームコアっていう、うんうんうん、分かりやすい例で言ったらあのスティーブ・ジョブズとかの格好、普通のスウェット、デニム、うんうんうん、もう究極の普通。なるほどなるほど。これが今結構注目されてて、うんうんうん、今まですげえブランド、うんうん、高い靴、うんうん、全てにそういう、もう誰が見てもこだわってんなっていうやつが注目されたんやけど、うんうん、そういう人たちはもうそれに飽きて、うんうん、なるほどなるほど、究極の普通。いや寒いね、なんか大丈夫？違う、気にしてみてください。そういうなんか普通の冬でも普通のスウェット、シンプルにデニムでスニーカーっていうのがすごい注目されてきてるよね。ただその質にはこだわるで。うん、それ腕なんかつけてるの？これ別にもう腕なんか怖い。ネックレスはそれ、ネックレスなんでつけてるの？ノームコア。でそれが今までいろんなことをやってきた人たちの中で新しく映る。なるほどなるほど。でもそういう人たちが増えてきたら、じゃあ次またこだわってる人が新しく映る。そうやってこう時代が変わっていくと、あの結局人もずっと成長していくわけやから、あの10年ぐらい経てばまた昔流行ってたものを知らない人たちが出てくるんだ。そうですね。でその人たちが今のシーンを見て違ったことをやろうとしたけど、それは実は何十年前にも流行ってたことで、その繰り返しがなんかおしゃれだったり、だから結局実体ってないような気がする。なるほどなるほど、その通りやな。まあ直樹的には別におしゃれに対してこう感覚っていうのはない、ね、自分の好きな人だよね。人によってもそのなんかおしゃれってただの手段というか、うんうんうん、例えば自己表現に使う人もいれば、うんうんうん、自分のストレス発散に使う人もいるし、そうですね、うん、相手を喜ばすためにおしゃれでいてたいっていう人も、うんうん、まあ、女の子なんかそうだ、そうですね、実際あのジャージが一番動きやすいに決まってんだけど確実にね、うんうん、あの楽やし、はい、でも好きな人とどっか出かけるときはこの人のために綺麗でいてたいと思って着飾るわけ。そのすごい詳しいですね。
その道の人なんですよ。詳しいなって。まあでも確かにそうな、まあ俺らでもその最低限はやっぱやるし、ね、嫌われないために服を着る感じやもんな。でもそんなもん。ちゃうやん、直樹は。直樹はちゃうやん。そんなもん、そんなもん。直樹はちゃうやん。ノブコアやん。ちょっと気に入ってるやん。ノブコア、まあノブコアいい名前やん。ノブコアやん、究極の普通ね。僕ですね、究極の普通って。これから求めていかなかった。いやでも、この寒い中、白T は普通やないで。めちゃくちゃ寒い。サフリー好きやな、普通にはならん。ノンコアで行こう。そう、そうそう、そういう時代、そういうのが注目され始めてる時代。すっと気どけ。やっぱりこう、なんやろ、おしゃれに対しての感覚が弱い中で生きてきてるから、対おしゃれの感覚がこうあんまり湧かないというか、みんなどんな気持ちで高い服買ってんのやろなっていう、俺の場合は嫌われたくないために高い服でも高いブーツでもまあ買うんやけど、まあこれやったら10年ぐらい大丈夫やでって言われたら、まあ2万もするブーツ10年も履けたら得やなっていう。あ、そういう感じか。そういう感じだから、これを何に合わしたいですかとか聞かれても何言ってんのかなっていう。ちゃうちゃうちゃう、俺はこれがパッと見で問題ないかどうかを知りたいんやみたいな感じなんだけど、でもなんか普通の製品が流行るみたいな感じで、それを初めにつけ始めた人たちってやっぱりそれが本物、本当に良くてつけ始めたんやけど、その人たちがずっと愛用することによってその周りがこう広がり始める、その人たちって多分その衝動ってやっぱ全然違うと思うね。高いからなんかおしゃれそう、本当にいいもんやと思って気づくで買う人もいてれば、確かにそう。食べログでよ、評価低いからってよ、やっぱまずい店とは限らんよな。まあそりゃそうよ、俺最近いつもそれめっちゃ思う。それは、まあ言ってましたもんね。だね、食べログね。食べログの方、ご飯なんかその評価がすごい低いやつやったけど、レビュー読んでたら、ご飯はめちゃくちゃ美味しくてこんな感じだったけど、そうや、前言ってた、隣にいてるやつがすげえうるさかったみたいな。ゆっくりできやんから知らねえよって。なんかこのやつツイッターかなんかで上がってたんやけどね、そのイタリア料理店かなんかで、その評価がめっちゃ低いんやって、ほいで行ってみたら、その店主が評価1にしといてって言うんやって、なんでって聞いたら、常連さんにお菓子出す時間なくなるやろっつって、素敵やなっていう。だからあれって食べログって見やなあかんのはその評価だけじゃなくて、はい、その評価してるやつがどんな店行っとんねん、そいつが間違った判断基準で評価してることは当てにならへん。なるほどね、まあ、世間の評価なんてどうでもいいってことか。そんなもん、おしゃれもおしゃれ、そんなもん。おしゃれはでも評価されやがって意味なくない。いやでもこれだってさっき書いてんねんけどさ、タッキーさんの服の星おしゃれですねって書いてるからむっちゃ腹立つわ。この中早終わろうとして気悪なってきたね。気悪なってきた、気悪なってきた。じゃあ直樹的にはこの星はどうな。ないことないけどさ。ないことはない。ないことない。俺的にはもうすごい違和感。ああそう、やっぱ俺ノームコアやからさ。いやだから勇気あるなっていう。ああ、僕はただ単純に星のモチーフが好きなだけだ。ああ、うちの嫁さんと一緒やな。そう。知らんかな。星の造形が好きとかじゃなくて、星って星自体では輝いてないから、絶対太陽があって輝いてるわけやんか。だからこう人に輝かせてもらってるっていうのを。次年とか次回その顔何その顔何おしゃれ一つにとってもこうやって言葉を出してくることに苛立ちを感じる山田直樹のずその顔何すげえ、お前そんな顔できるやんなんか西洋で出てくる悪い意味で使われるゴブリンのいや、でも自ら輝きを放ってないからってて , 笑っちゃうぜって十分輝いてますよ。それは誰か
お前みたいなやつが輝いてくれてるから、俺も輝けんねんって。ということで、このあたりで放送させていただきたいと思います。はい、いやー、ややこしいわ。いや、めっちゃ気持ちよくなった。簡単か。いや、めっちゃいいやん。なんかそんな感じで。そんな感じで終わってたら、もうええねん。この後放送終わってから僕ピアス開けるんで。来週やな。来週、来週ね。来週ピアス。これピアス見える？見えてると思うけどな。まあなんとかあの終わっていきますんで、皆さんすいませんと思うけども、はい、ありがとうございます。エンディング最近曲流しまった流してないな。最近名言も出てない。最近名言出してないですよ。名言考えてないよ。名言考えときますよ。もう一回流して。夏か。ちょっと名言だけ考えとけよ、今。今今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 今終了あ終わっとうだ終わっとうだまだあるまだあるんじゃんまだあるんじゃんアドリブに弱いんやまだあるんじゃんまだあるんじゃんもうほんまめっちゃ準備したから もう配信停止まで時間はあるから直樹もうあいやいや音声あるよ音声あるよ音声聞いてないよ音声聞いてないよまだ次にしようよ。すみません、もうこうなった時あかん時なんで。雑やな。すみません、ありがとう。ありがとうって。ありがとう。